はい、皆さんこんにちは、ミノチャンネルのミノアです。今日はミノア塾、はい、ということで、馬がおりますが、はい、これ見て、ここ何がついてる？家紋。家紋？え、家紋。何の家紋？水戸黄門。おお、うわちょっと待て待て、基本的な勉強じゃ皆さんしましょうね。徳川家は何の御紋？全然わからない。マジか。徳川家は葵の御紋ですね。これは菊の紋です。はあ、菊の御紋です。菊の御紋はどなたが使いますか？へえ、マジか。偉い人。もう日本人として恥ずかしいぞ。すみません。天皇家ですよ、天皇。はあ、菊の御紋は、はい、覚えておいてください。これ皆さんいいですか？はい、はい、これは実を言うとですね、伊勢神宮から買ってきたんです。まあ伊勢神宮、天照大神、日本を作った神様から何代目だか忘れたけど、うん、天照大神が祀られてる神社。まあそこから天皇家が生まれているので、まあご先祖様の神社でね、天皇からすると。この馬さん、お馬さんのこと、神馬、まあ神馬とか言いますけど、神馬と言いますが、神様が乗る馬として昔から祀られているものなんですよ。これ洋風に言ったらなんていうか知ってる？え、洋風ですか？ちょっと難しい質問にしたのはね、うん、もっとヒントを与えてしまうと簡単に答えが出てきそうだから。洋風。いや、簡単に言うとギリシャ神話から言うと何みたいな。勉強ですよ、勉強しましょうね。ミノア塾です。ギリシャ神話、はい、ギリシャ神話から言うと、これはペガサス。あ、ペガサス。今でかかったかな。こういう聞き方するとバレちゃうから、さっき洋風って言ったの。まあペガサスっていうのはちょっと意味合いが、神様が乗る馬ではないんだけど、ペガサスが走った後、沈めの後に泉が湧き出たとか、まあ、そういういいことが昔から伝えられているようなので、向こうのギリシャ神話の方はね、うん、だからまあちょっと神に通じるものがあるんだろうと思ってペガサスっていう人もいるんですが、日本の場合はですね、この御紋っていうのを使われだしたのは、鎌倉時代の後鳥羽上皇ぐらいが好きで使ってたみたいな、これより前はもっと違う御紋みたいな、そういうような言い方されてるんだけど、その天皇家が神社に奉納する、神様の馬として白い馬を奉納するっていう習わしがあって、そこで神社の方はその馬を、神馬として、まあ別、本当の馬、人が乗る馬とは別として飼ってたっていう、ずっとそれが続いてて、伊勢神宮にも4頭いるんですよ、ちゃんと。内宮に 2頭、外宮に 2頭、本当に生きてるやつがいるのね。他にも神社、地方いろいろ行くと、生きている白い馬を飼ってるとこもあれば、もう亡くなっちゃったんで、もうそういう習わしはもう馬飼うのめんどくさいじゃない、うん、またさ、宮司もめんどくさがり屋だからさ、馬の餌やるの嫌だからさ、行くとびっくりよ、馬の小屋にね、馬と同じ形のさ、人形がこうやって白いのがいたりするのね。まあ、よく神社行くといますよ、本当に馬は、うん、まあ全然ちょっと関係ない話をしちゃったんですが、馬というのは昔からペガサスも神馬もいわゆる神の使いであったり、幸運の象徴、幸福を呼んでくるっていうようなことを言われてたので、今日はですね、この美濃和式幸福論っていうのをもう一度やってみようかなというふうに思います。この幸という字は象形文字で、どういう図柄をこういう形にしたかっていうのを前説明したことがあるんだけど、覚えてますか？出ないよね。出ないよね。出ないよね。ちょっとヒント、こんな感じに似てるよね。はい。何に見える？人が、
人を担いでる。人が人を担い、ああなるほどね、なるほど。まあそうじゃなくてね、まあ、まあ、もうちょっとね、どうやってリアルに描こうかな、リアルに描けるかな。これもチェーンだったりするんだよね。ちょっとリアルに描けないかな。なんか見えてこない。これ手錠です。ああ、まあ鎖です。はい。なんで手錠につながれて幸福なんだか、幸せなんだか、おかしな話でしょ。はい。で、これ漢字ってのは中国で生まれました。中国のまあ大昔漢字が生まれるような時代っていうのは、一番偉いのは誰？まあ王様ですよ一番偉いのは、はい、ね、王様が偉くて、でもう人間とは扱われないような人たちもいたわけです、はい、その中で王様が嫌った人、もしくは犯罪を犯した人っていうのはすぐ首ちょんぱなわけ。それなんとなく想像できるでしょ。はい。すぐ殺されちゃう、はい、昔の処刑じゃない、処刑の手前っていうのはもうどっか切られて、それで野ざらしとか、うん、そういうのがあったんだって。死ぬのを要するにすぐ殺せないって、痛みを教えて殺すみたいな嫌なこともあったらしいのね、はい、でも手錠をかけられるっていうのは、実を言うと、ああ殺されないんだっていう幸せなんだって。首ちょんぱもなければ、手を落とされることもない、そこまでの犯罪者ではないのが幸せを感じるんだって。そっから来てる語源なんだって。絵的には、はい、もしかしてこうだっていう人もいるの、これが幸せ、はい、でこういう形でつながってるのが幸せっていうのが、こうな、こう、これがこれなのか、はい、ちょっと分かんないんだけど、まあそういうことですよ。じゃあこちらの漢字、福という漢字、これ示す辺、うん、ね、示す辺、これ何見える？まあ見えないやな、まあ見えないと思うんで、これはですね、神様の、お供え物とかをですね、そういうのをこうお供えする台、台、はい、台、ね、それでこちらは何かというと、これいろいろな言い方があってですね、お酒の、まあ、器の形をしているとか、はい、まあ象形文字なんでこれもね、うん、器とか、もしくは蔵だっていう、お米だとか農作物とか、みんな昔は神様に奉納するものっていう、そういうものなんで、そういうのを置いとくような蔵の形をしてるっていうふうな言う人もいる、はい、まあ簡単に言うと、要するに神様に捧げるための台の上にもいろんな捧げるものがあるっていう、服用が服っていう、そういう意味らしいの、うん、ね。で、こちらの幸せっていうのとこちらの福の違いを考えてほしいんだけど、これ美濃式幸福論なんで、こちらっていうのはどちらかというと受け身なんですよ。わかるかな？人に結局こうされちゃうみたいな。で、こちらっていうのはどちらかというと能動体なの。自分から稼ぐとか、うん、自分で貢ぐとか、そういう感じの差があるのと俺は思ってる、はい、で、これは先ほど言ったように、いや死ななくてよかったなっていう引いた幸福、幸せ感でしょ、うん、っていうのは樽を知るっていう言葉わかる？知るかくない。マジかマジかよ、マジかよ、マジかよ。もう足りるっていうね、字で、わかるね。足るを知るっていうのは、このぐらいお金儲けしました、ああ幸せだなと思わないで、いやこれだけ儲かったんだからもっとこれだけ、いやいやまだまだもっとこれだけっていうのは足るを知らないやつ。足るを知るっていうのは、ここまでも、いやここまでもう儲けさせてもらった本当にありがたいなっていう感謝の気持ちを持つのを足るを知るってことは、さっき言ったように首ちょんぱじゃなくてよかったなってことは、足るを知るっていうこと、もうもっともっとじゃなくて、いやこのぐらい目の前にあることってのはすごい幸せなことなんだなっていうことを思うっていう話で、こちらというのはその自分で、このぐらいまでもう授かった儲かった能動体、いや受動体なんで受け身、このぐらいまで儲けさせてもらったもの本当に感謝します、ありがとうございますっていうふうに、まあね、みんなに分け与えたり神様に貢いだり、もうこういう裕福になった証という、自分から今度動く方をこちらの字だと思った、うん、分かった？
はい、この2つが合わさって幸福っていうことだと思うんで、これは全部俺のもんだ、まだまだ儲けるぞって言った人に幸福はありえないわけ、うん、本当にこれは儲かったのは私自分の力だけじゃなくて本当に皆さんの力、神様の力、ありがとうございますっていう受けたものをさらに世のため人のために使おうっていうと、この幸福っていう感じにつながりますよということです。だからそこになるためにはですよ、じゃあ年収100万円でね人にあげられるのかよ、いやそれは無理だよね。はい、無理だよ。だからここになるまでにはどんどん稼げて、いっぱい稼げて、うん、もう本当にみんなに配りたくなるぐらい稼げて、うん、そうしたら幸福やってくるよって当たり前の話なんだよ。はい、ということで今日はですね、幸と福と両方こういう意味があるんだっていうことを考えながら日々私は生活をしていますというお知らせでございます。はい、ということでまた見てください。ありがとうございます。